気になっているのはディーン藤岡さんの天狗坂本龍馬乱光先生の再登場はあるのかってことです乱光先生は今後再登場してもおかしくないと思いますけどディーン藤岡さんの坂本龍馬の再登場はどうなのでしょうねディーン藤岡さんをあのシーンだけで終わらせるのはもったいないし天狗の意味もあったはず 今後の万太郎の人生にも何らかの影響があると思われるのですが再登場があるとすればどのような形になるのか楽しみですね。